はい、ということで、おのじです。ちょっとラップでねやっていくのは難しい、あ、日常をラップでやっていくのは難しいなっていうねことにやっぱりなりまして、なかなか動画っていうものを上げてなかったんですけど、今回、Vlog という形でねちょっとまた更新できればいいかななんて思っています。まあ、不定期でまたなんか日常があればいいことがあればなんか話していこうかなという感じでね、ゆるゆるとやっていければなと思っています。そんななんか習慣にしてもうこの日この日みたいにやっていくのはちょっとまだ難しいかなと思ってるんで、まあ気の向いた時に動画が上がるかなみたいな感じで、ちょっとしばらくそういうこともやってみようかなと思ってます。ラップはやめません。はい、ということでね、今日はまあ Vlog こんな感じで始めてみたんですけど、今日何があったかっていうと、声優の上坂すみれさんのねお誕生日がありまして、もうとてもいいイベントもやってましたんで、まあ新たにねファンクラブが発足したということで、早速入会させていただいたので、来年からの、上坂すみれさんのご活躍をまた、見守っていきたいなと思っております。というのと、ビリビリマクロリンクっていうね、中国ビリビリのね方でイベントがあったんですけど、それ、まあ、バーチャル YouTuber の音楽フェスイベントの配信だったんですけど、いやー全然リアルのイベントっていうのにもう今は行けなくなってしまったじゃないですか。まあ、そういうのもあって、まあ、現地でやってるイベントの姿映像っていうのを見たら、ちょっとまた行きたいなーっていう気持ちがね蘇ってきました。やっぱりね音楽が好きだし、そのバーチャル YouTuber ってやっぱ好きなので、まあ、どんどんねまた来年、今はもうちょっと難しいのかもしれないですけど、来年ぜひリアルイベントの方にもどんどん足を運んでいきたいなと思わされた1日でした。ビリビリマクロリンクの方はね来年頭にまた再放送があるみたいなんで、ニコニコ動画の方でね再放送されるようなので、興味あれば見てみてください。それじゃあね、また今度、バイバーイ。